ところで先生、なんだいモヤッティ。そもそもなんだけどさ、モヤッティたち大事なことを忘れてない？そもそも？もう大事なのはそこじゃないよ。モヤたち何かを忘れてないかって。そもそも、そもそもだよ先生。モヤッティたちはなぜこのお茶会を開くようになったのか、それは世の中の秘密を暴くためでしょ。そうだったかな。あれ違った？モヤッティは世の中の秘密っぽいことについて好奇心が強いからな。先生ほどじゃないよ。さっきのそもそもへの食いつき、頭がおかしくなったかと思った。そもそもはもし食べるものだったとしたらきっと美味しくないな。なんかこうもそもそして。へー普通。でもね、秘密のソースがあるんだ。どんなそもそももこれをかければ美味しくなる。そもそもあるの？料理？果物？長芋？生き物かもしれない。かもしれない。謎なんだよ。すべては謎に包まれている。せめてそのソースの名前を教えてよ。気になってお茶が進まないよ。そのソースの名は、そのソースの名はそもソース。